こんにちは。まあ皆様ご存知の通り新加入のあの選手が来たんで挨拶します。どうぞ。皆さんこんにちは。清水エスパルスから期限付き移籍することになりました金子翔太です。乗り道と一緒で26歳です。単身赴任で寮に、住みながらもあの静岡から1時間ぐらいなんであの定期的に帰りながらっていう、感じで、行きます。ジュビロ磐田で、必死に、皆さんと、共に戦って必ず自分の力を還元して、日々の練習からやっていきたいと思います。これからお世話になります。よろしくお願いします。エスパルスから期限付き移籍しました金子翔太です。ポジションはミッドフィルダー、背番号は40番です。よろしくお願いします。パッて出された背番号がいくつかあったんですけど、なんか40番がなんかちょっと来てっていうか、はい、40番がちょっとビビッと来て、でなんかあれと思って過去の調べたら、あ、早尾だと思って、あ、僕川辺駿と同い年で、あのすごく実は仲が良くて、あのアンダーカテゴリーの代表の時からずっと、はい、一緒の部屋だったり、あの、まあ、面識ももちろんあって、で彼がジュビロに来た時も当時はご飯行ったりとかそういった間柄で、で彼にもあのこの移籍の前に連絡して、で背番号40番空いてるんだけどどう思うって言ったら、それは絶対つけるでしょって彼は言ってたので、はい、なるほど、決めました。何かこれっていう特徴はそこまでない方かなと思ってるんですけど、うん、まあ、運動量とか攻守にわたってハードワークする部分、チームに適応する部分でとか特徴で、あとはまあ、ゴール前のアイディアとかクオリティとかっていう部分は今まで評価していただいてきた部分なので、はい、ジュビロさんでもゴールを奪う取らせるって作業のとこで力を注ぎたいなと思います。頭はほとんどないんですけど、右足左足結構均等に、はい、両足多くて、得意なゴールパターンとかっていうのも、まあ、そこまであるわけではないんですけど、いろいろなバリエーションの中からゴール取れるっていうのも自分の強みですし、まあ、進出鬼没にいろんなとこ顔出して飛び出してってっていうプレーも得意なので、はい、ジュビロはいいパサーもたくさんいると思うので、自分の動きとか練習の中で分かってもらって、はい、供給してもらえるようにしたいなと思ってます。強いですね。サッカーっていうのは醍醐味だと思ってますし、今まで自分のキャリア振り返ると評価されてきた部分でやはりそういった部分だと思ってるんで、多くのゴールでジュビロの勝利に貢献したいと思ってます。大人なサッカーというか、バランスの取れた、戦術だなと、まあ、この戦い方なら順調に勝ち点必ず積み上げられると思うし、その大まかな基盤がある中で選手個人個人の能力は申し分ないと思うんで、そこの部分が本当ピースがうまく噛み合って、8勝1分けですか、直近でしたっけ。そうです。そうですよね。っていう、結果につながってると思うので、まあ、周囲にいるチームですし、強いチームであることは間違いないので、そこの部分に自分の力もさらにプラスアルファで還元して、まあ、後半戦に戦っていきたいなと思います。勝つためのプレーを選択したいですね。それはもちろんゴールだと思ってますし、ゴールに絡むプレーもそうだし、岩田の選手、前線の選手見てもかなりハードワークして、プレッシャーかけたりっていうシーンも多く見られますけど、自分自身もそういった、攻守ともにハードワークして、チームを勝つプレーを選択して、まあ、具体的には本当に、はい、ゴールアシストで貢献するべきだと思ってるんで、前で出た時にはそこは意識したいと思います。今回、覚悟を持って移籍を決断しました。この移籍に対して、
賛否両論あるかなと思いますけど、全てを捧げたいと思ってます。頑張りますので応援よろしくお願いします。そう言って言われるとあれですねそういうなんかあれですか、相性というか、相性とか特にないですね。本当金子選手一時数年前まではなんか金子少年っていうのがちょっと浸透しちゃってた部分もあったんですけど、僕ももう結婚して子供も3歳になって、なんかまあ金子青年とかに徐々になんか昇格してった感じもちょっと、はい、一部の間ではありましたけど、はい、どんな呼ばれ方でも嬉しいと思います。